カールルートビヒ・フォンブルームコレクションで大きいですれプラス、ディマーキブルズでーるアーシペル・インジェンイジュハッポン十八本の表紙ページカールルートビヒ・リッター・フォンブルームは、ドイツ生まれで、オランダで働いた、植物学者である。インドネシアの植物の採集、記載、分類を行ったことで知られる。ブラウンシュバイクで商人の息子に生まれた。ライデン大学で学んだ。 植物学者のセバールド・イスティングスブルグマンスの弟子となり、1818 18年にインドネシアのバタビアに博物学者として派遣された。1827年までスンダレットに住み、植物採集を続けた。1823年から1826年の間はボゴールの植物園の栽培部長代理を務めた。オランダに戻る時には3000種の植物標本を 持ち帰った。帰国後、ナイトの称号を受けた。ライデン大学の自然史の教授に任じられ、王立植物標本館の館長を務めた。著書には1858年のデアコレクションで、大きですれプラスリマーキブルズでエルアーシペルインジエン、イジュハッポンなどがある。ブルームは、植物の学名で命名者を示す場合に、カールルートビヒブルームを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズには、 カールルートビヒブルームに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。